中日ドラゴンズ対広島東洋カープ、この一戦をお送りいたします。ドラゴンズの先発はベテラン山井、対するカープの先発は左のジョンソン、以上の両先発。さあ、まもなくプレイボールです。右の山井、マウンドに上がります。カープ打線相手にどういった投球を見せるのか。まずは1回の表、先頭バッターは西川、第3球三振、西川、全くタイミングが合いません。0対0で迎える2回です。ワンアウトランナー1塁という、打ちました、ピッチャー返し、抜けた、ボールは中継、相澤、いいバッティングを見せました。ドラゴンズ先制のピンチを迎えます。第9球投げました、初球を打った、バット、これはインフィールドフライ、ビシエド余裕があります。一塁キャンパスの手前、取りました、これでツーアウト、ランナーは一塁二塁変わりません。投げました、打った、痛烈な当たり、ライト前クリーンヒット、打球が転がっている、ライトからセカンドへ、カープ先制、小園タイムリーツーベース、ドラゴンズなおもピンチが続きます。今の先制の場面、リプレイでご覧ください。ドラゴンズ同点のチャンスを迎えました。ツーアウトランナー二塁という場面で伊藤、初球打ってきた、抜けた、センターバックホーム、伊藤ナイスバッティングです。ドラゴンズなおもチャンスが続きます。カープ追う展開で迎える3回です。ツーアウトランナー一塁という場面、打った、流し打ち、アウト、スリーアウトチェンジ、ランナー一塁に残塁です。3回の表が終わって2対1、ドラゴンズ1点リードは変わりません。4回の裏、これからドラゴンズの攻撃に入ります。この回のトップバッターは伊藤、投げました、初球打って出た、ワンバウンドヒットになった、打ったバッターは二塁へ向かった、伊藤ツーベースヒット、ランナー一人を置いて迎えるバッターは木下、今日2打点を挙げています。投げました、インハイギリギリいっぱい、ストライク、まずは見送りました、真ん中に送ってストライク、バッター追い込まれました、投げました、一つ外してボール。第4球を投げた、高めの球、見逃し三振、ピッチャー山井大輔、第9球投げた、変化球アウトコースへ外れてボール。第2球投げた、空振り、第3球を投げた、打った、ピッチャー返し、抜けた、センターバックホーム、やばい、いいバッティングを。ドラゴンズ追加点のチャンスです。ワンアウト満塁という場面で伊藤、打った、初球打ち、ワンバウンドヒット、三塁ランナーホームに帰ってくる、ドラゴンズ同点のピンチです。ワンアウトランナー二塁三塁という場面でメヒア、初球から打ってった、一塁へ送る、アウト、メヒアいい当たりでしたがサードゴロに終わっています。これでツーアウト、ランナーはあっと引っ掛けた、フラフラっと上がった、取ってアウト、スリーアウトチェンジ。リプレイをご覧ください。6回の表が終わって6対4、カープこの回3点を返しています。ドラゴンズリードで迎える7回です。ツーアウトランナー1塁という場面で伊藤、今日は打ちました、初球打ち、掴んで、これで3アウトになります。1塁ランナー阿部残塁に終わりました。7回までが終了しまして6対4、ドラゴンズラッキー。ドラゴンズここはなんとかしのぎたい。ワンアウトランナー一塁二塁と、打ちました、あっと取れない、ボールは中継、ランナー二塁でストップ、カープ1点返しました。先ほどのプレーです。さあ、この大事な場面、軍配はどちらに上がるんでしょうか。ドラゴンズここで前進守備を敷きます。投げた、いきなりスクイズ、取った、スクイズ決まった、ドラゴンズ逃げ切り失敗、追いつかれました。6
ロドリゲス、ここは踏ん張れませんでした。身長差を欠いてしまったか。さあ先ほどの同点の場面です。負け越しのピンチで迎えるバッターは菊池。ひときわ大きな声援が聞こえます。次は5球目、打ちました。いい当たり、ショートこれは守備範囲内。ドラゴンズここで勝ち越されました。7対6、記録はショート。同点で迎える9回です。ツーアウトランナー1塁という場面で伊藤、今日は3安打、初球を打ちました。センターバックしていった、ヒットになります。阿部2塁回った、伊藤ツーベースヒットを放ちました。ドラゴンズさよならのチャンスを迎えます。さあリプレイです。さよなら勝ち、加藤さよならタイムリーで見事勝利に貢献しました。さて本日のヒーローたちのインタビューが間もなく行われます。本当に今日は2人とも大活躍でした。ご覧いただ